前髪セット完璧ですか？いや、皆さんに褒められて嬉しいですね。昨日そうなんですよ、美容院に行ってきました。そうなんですよ、前髪とちょこっとだけこの長さを変えました。この時期って梅雨時、髪の毛まとまりにくくなりますので、皆さんも美容院に定期的に通ったりですとか、ね、工夫をしていただきたいと思います。ベニーモタルトっぽいっすねと尖った コメントですね。ベニーモタルトか、季節的に秋だと思うんですけれども、見えなくもないですね。ベニーモタルト美味しいですよね。ベニーモタルトか、素晴らしい、ありがとうございます。梅雨っていうとこの色だと何でしょうね。赤紫とかだと紫陽花色なんでしょうけれども、紫陽花カラーとしてはちょっと濃いですもんね。赤ワインかなと。ワイン色ですかね。なかなかね、雨の日が続いておりまして、気分もちょっとね、暗くなるかもしれませんけれども、素敵な色味のカラーで皆さん服装を調節して過ごしていただきたいと思います。小豆ですか？美しいですわ。ありがとうですわ。ごきげんようですわ。はい、悪乗りしましたね。